込まれたか。戦うしかないようだな。しかし隊長、どうやら元の世界の武器は使えないみたいだぜ。ディロ、それじゃあどうすればいいでありますか。こんなこともあろうかと、みんなに合う武器を探してきたでござるよ。ちょっと我が輩なんで棒切れなのさ。もっといいのなかったな。それくらい我慢せんか。今は目の前の敵に集中しろ。シャシャ入れて僕の軍曹さんに。あ、そうそう、おじさまは思いの力についてご存知ですか。戦いの最中、思いの力を解放することでいろんな戦い方ができるんですよ。モアから少しご説明しますね。隠し扉の類も見つからないでござるな。軍曹さん、どうするです。困ったでありますな。てっきりここへ来れば手がかりがあると。ゲロ、何この声。何者だ。我こそは魔王アゴンである。よくぞここまでたどり着いたな、勇者ども。その門を開くためには伝説の3つの装備を集める必要がある。まずはこれを受け取るがよい。その地図と図鑑を頼りに世界を巡り、伝説の3つの装備を集めるがよい。ではさらばだ。魔王さんが親切でよかったです。地図だけもらってもどこ行きゃいいかわかんないんすけど。ならば
まずは歩いて行ける西を目指すがよい。勇者ども、貴様らと相まみえる日が今から楽しみだ。目的地まで教えてくれるなんて至れり尽くせりの魔王さんです。では西を目指してケロロ状態出発。ところで軍曹、コードネームについてはご存知ですか？お好きなコードネームを装備メニューで選ぶと、それに合わせてステータスが上がったりするんですね。コードネームはこの世界のいろんなところで手に入るので、新しいコードネームを手に入れたらぜひ試してくださいね。コードネームでありますか？了解でありますよ。